2007年のイベロアメリカ首脳会談の様子、ポルケノーテ、カラス、は、2007年のイベロアメリカ首脳会議において、スペイン国王のフアンカルロス一世が、ベネズエラの後、チャベス大統領に対して放った言葉、日本語に訳すと、黙ったらどうかねいや、どうして君は黙っていられないのかねのような意味になる。会議中。 スペインのホセルイス・ロドリゲス・サパテーロ首相の演説を遮るように発言をするチャベス大統領に対しフアン・カルロス一世が強くたしなめたものである。この言葉はスペイン語圏で政治的な論議を巻き起こす一方、発言をモチーフとした携帯電話の着信メロディア、T シャツが発売されるなど大衆の間で流行語になった。 ウゴチャベス大統領2007年11月10日に南米チリのサンティアゴでチレで開催されたイベロアメリカ首脳会議でスペインのサパテーロ首相はラテンアメリカ地域が慢性的な貧困から脱却するためにはより外国資本を引き付ける必要があると演説した。これに対しベネズエラのチャベス大統領は2002年に自身の失脚を狙ったクーデターに スペインのアスナール前首相が加担していたとして、サパテーロの演説中にもかかわらず、アスナールはファシストだ、アスナールより、ヘビの方がまだ人間的であるなどと繰り返し批判した。チャベスは、サパテーロが、アスナールの政策に懐疑的であると思い込んでいた、不死もあったのか、サパテーロが、アスナール前首相は合法的に選出されており、スペイン人によって、民主的に選ばれた。 スペインの代表者であったと、アスナールを擁護する姿勢を見せるとさらに怒りを募らせ、強い発言を繰り返した。その後、チャベスの席にあるマイクのスイッチが切られたが、彼はそのまま演説の妨害を続けた。その時、サパテーロの隣の席に座っていたフアンカルロス一世が、体を前に大きく乗り出して、チャベスの方を向き、ポルケノーテカラスと一括した。 このサイフアンカルロス一世は、一般的に家族や友人、子供などに使われる、T という二人称の新称を用いたことから、国家元首から国家元首への意見というより、小さな子供をなだめ注意するようなニュアンスになってしまった。この一括は、聴衆からは、拍手を持って迎えられたものの、その後にカラグアのダニエル・オルテガ大統領が、自国の選挙における、 スペインの干渉やニカラグアにあるスペイン系エネルギー企業についての批判を行うと、フアンカルロス一世は途中で退席してしまった。このように一国の国王が公の場で怒りをあらわにするということは前例のないことであり、2007年はスペイン王室のイメージを暴落させる王室にとっての最悪の年となってしまったとも言われた。ニューヨークタイムズは、 この発言を、スペインと旧植民地地域との歪で複雑な関係を象徴するものだとした。フアンカルロス一世この一件の後、チャベス大統領は、フアンカルロス一世に対して、国王としての立場の民主的合法性や、2002年のベネズエラクーデターと、スペイン政府との関わりを問う声明を発表した。その中でチャベスは、 アスナールに対する発言を撤回することはせず、逆に彼をヒトラーになぞらえて、さらに批判を強めたばかりか、ベネズエラの最大の貿易相手国かつ、最大の投資元であるスペインの企業の、経済活動への監視をより強めるとの意向も、発表した。これに対して、スペイン政府は、選挙により選出された、アスナールの名誉を守ったサパテーロや、 フアンカルロス一世を高く評価し、擁護する姿勢を見せた。その数日後、チャベスは、フアンカルロス一世に謝罪を要求するとともに、国交関係の見直しやベネズエラに進出している、スペイン企業の提訴を検討していることをスペインに、通告した。チャベスは、スペイン帝国の植民地政策を引き合いに出し、先住民の喉を切り裂き、 体を細切れにして持ち去っていく。それが、スペイン帝国がここでしたことだ。スペイン国王が見せた傲慢さを見れば、シモンボリバルによって、南米諸国が独立へ導かれたことが必然と感じられるとして、非難を続けた。また、ベネズエラのテレビ局は、スペインの独裁者、フランシスコ・フランコとそのメシいカイ・フアンカルロス一世という、 キャラクターが登場する風刺番組を放送したが、この番組では1978年に国民投票で君主制の維持が可決されたことや、1981年に国王がクーデターを抑え込んだことなどは触れられていない。これに対しスペインの外務省は、それまでチャベスが攻撃対象としていたアメリカ帝国主義に代わって、スペイン帝国主義が新たな攻撃対象に、 なるのではとの危機感が生まれ、国王の発言がスペインとラテンアメリカ諸国との関係を象徴するものということは全くないと高まる緊張関係を否定した。この一件に関する南米諸国の対応も分かれ、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領はチャベスを擁護したのに対し、ペルーのアラン・ガルシア大統領やエルサルバドルのアントニオ・サカ大統領は フワンカルロス一世を支持した。ロサンゼルスタイムズは、画刷で礼儀知らずのチャベス大統領と、他国の国家元首を見下すフワンカルロス一世の、どちらが悪いとは言えないという中立的な社説を載せ、ワシントンポストは、今スペイン語圏は、大きな混乱の渦の中にある。フワンカルロス一世は、各国の首脳たちに、どうして君は喋らないのかね と聞いて回る必要があると不安カルロス一世の発言を引用して風刺した。発言の一週間後、サウジアラビアのリアドで行われるオペック総会について、チャベス大統領がサウジアラビアに電話した際、サウジアラビアのアブドゥラービン・アブドゥルアジーズ国王と論争になり、ウォールストリート・ジャーナルは一週間で二度国王を怒らせた大統領と報じた。これは、 対米政策に石油を利用しようとするチャベスに対し、新米派のアブドゥルアジーズが、石油を政治的道具に使うべきではないと反論した、もので、その後行われた、オペック総会ではチャベスは相変わらず、持論を強く展開し、ロイター通信は、彼は、国王でさえも黙らせることができない。それをできるのは、暴行だけだと皮肉を交えて報じた。 さらにその一週間後、チリのミシェル・バチェレ大統領はチャベスに対して、イベロアメリカ首脳会議においてあまりに過激な論調は、控えるようあらかじめ申し込んでいたことを明らかにし、オペック総会での騒動も含めて、今回の件が大規模な国際問題に発展してしまったことに、失望の念を表明した。T シャツ用にデザインされた。 フレーズフレーズ入り T シャツを着た人スペインのラジオのサッカー番組では国王の発言の当日に早速このフレーズが登場している。サパテーロ首相は帰国してから長女にポルケノーテカラスと尋ねられるまでこの言葉が流行していることに気がつかなかったという。このポルケノーテカラスというフレーズは携帯電話の着信音に使用されたり、 このフレーズが印刷された T シャツが流行したり挨拶代わりに使われたりとスペイン本国でブームとなり porquenotecallas.com というドメイン名はイベでオークションにかけられ4600ドルまで値上がりしたまた動画投稿サイトの YouTube でも600本以上の動画が作られ多くの視聴者を得国王の発言を面白おかしく改変した歌が 人気を集めた。Google では、国王の発言の3日後には、ポルケノーテカラスの検索に引っかかるホームページが60万ページ以上に、上り、携帯電話の着信音では50万件以上が、ダウンロードされ200万ドル以上の売り上げを記録した。そして、いかにこの言葉をうまく言うかといったコンテストが開かれる、までになった。シンシナティエンクワイヤーラーは、この発言を、 アメリカのロナルド・レーガン大統領が1987年にベルリンで行ったゴルバチョフさんこの壁を壊しなさいというフレーズのように歴史を動かす言葉であるという社説を載せたロサンゼルスタイムズはメキシコシティからマドリードまでスペイン語圏でこのフレーズを口にしないことは不可能だと報じたシドニーモーニングヘラルドはもし国王がこのフレーズに対して 権利を主張したならば、数百万ユーロのビジネスとして成立させることができるとした。実際に、ナイキの広告では、ブラジルのサッカー選手ロナウジーニョが、ジュアン・ドゥ・イット、ジャスト、シャラップというファン・カルロス一世の言葉を改変したフレーズを使用している。ベネズエラにおける、チャベス大統領に反対する勢力の間では、この言葉は、スローガンとなり、 2007年に行われた憲法改正の国民投票では、この言葉に、ノーと書かれた T シャツを着て10万人規模のデモ行進が行われた。この他スペイン語圏のテレビ局の番組名として採用されるなど、未だに、この発言はスペイン語圏で見受けることができる。ありがとうございます。